来た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 、はいどうも、キタスラです。ということで今回は新実況ダダサバイバーやっていこうと思う。この画面見てみんな、広告で出るクソゲーじゃねえかよと思ったやつらいるよな。これマジでおもろい。じゃあこの広告ゲームどんなゲームかと、まあそれはプレイ中に説明するんだけど、じゃあ逆にこのゲームのいいところなんや、教えてくれよボケと思ってるやつらに教えていこうと思う。まず一つ目、このゲーム広告通りのゲーム。当たり前なんだけどさ、その当たり前なことができてないゲームって世にたくさん散らばってるのよね。いいところ二つ目、ゲームプレイ中に広告が出てこない。これめちゃめちゃ重要よ。お前らストレスでしょ、ゲーム中に広告急に挟んできたら。わかるっす、例えるとチンチン触って気持ちよくなってる時にママからコンコンってされるぐらいムカつく。そしていいところ三つ目、現在コラボしてるんだけど、これ見て、スポンジボブとコラボしてるのよ。半端なくね。スポンジボブといえばさ、かの有名なマックとコラボしてて、喋ったーとかさ、やってるじゃん。つまりどういうことかっていうと、ダダサバイバーはマック。はい、ということで今回ダダサバイバーやっていくんだけど、普通にプレイするんじゃつまらねえと。で、この初心者イベントみたいなのがあって、これ7日間チャレンジして、なんかいっぱいミッションクリアすると、なんとこの S 級武器手に入るのよ。これ S 級武器ってどういうことかっていうと、まあイフトボールやってる人に分かりやすく説明すると、まあビッグタイム、うん、それぐらい、うん、一番レア、うん、まあ、このゲームで S 級ってめちゃめちゃ強い武器、それが今手に入ったと。ということで今まで使ってきたこれサスケの区内、これ全部レベルダウンして、でこれを装備、そしてこれを全てレベルアップすることによって、やべえ、にやけ止まんねえ、めちゃめちゃ楽しみ、俺もこのゲーム爆上がりしてるからさ。ということで普通にプレイするんじゃつまらねえから、この S 級のめちゃめちゃかっこいいね、このライトチェイサーっていう武器を使ってやっていくんだけど、ダダサバイバーねやってる人ももしかしたら見るかもしんないから、ちょっとグレードスキルは見ていこうか。攻撃プラス 15%、 全ての攻撃感覚がマイナス 15%、わかんねえわ、表現が。で、これわかりやすいね。5回攻撃するごとに回転切りが1回発動と。これわかりづらいな。わかりやすく説明しようぜ。ポケモンの一撃必殺技、絶対レードとか、地割れが当たるぐらいの確率。うお、わかりやすいね。ということで今回ね、軍事工場警戒区、これやっていこうと思う。なんやこのキラーマシンみたいな見た目のちっちゃいやつは。ということで、まあ、これはね、わかりやすく説明していくんだけど、まずはね、コインを、ショッピーで、金よこせ、金よこせ、ルイ・ヴィトン買えるぐらいの金をもらってと。で、まずこの強化。これはもう、初期のなんかまあ、能力、スキルみたいなのあるから、まあ、これは気にしなくていい。で、まずこれ基礎的なあれなんだけど、緑のこの、かけら見て、このルビーみたいなね、このゼルダに出てきそうなやつ。これ集めると、この上のゲージが今、マックスになった。そうすることによって、武器を強化したりとか、スキルを追加したりできるよね。まずはこの、火炎瓶。うん、これ、すごい、早速、物騒なものを今、手に持ってしまったんだけど、火炎瓶投げつけるって、お前、アメリカのお前、フロリダ州とか、お前、ロシアとか、ロシアか、ロシアとかぐらいしか、お前、聞いたことねえぞ、お前、投げるやつ。じゃあ、まずこれ、レンガを追加していこう。レンガを投げるって、あ、このゲーム、結構、やべえな。やってることやべえぞ、これ。で、これ、ズシャズシャして、これ、待って、この剣強くね？いや、俺さ、一週間だよ。一週間しかやってないけども、大体このゲームの仕様分かってるのよ。分かってきたのよ。でも、これ、マジでやばいわ。やってきた俺でも分かる。強すぎる。一週間で分かるこの強さよ。半端じゃない。で、このガーディアンっていうのが強いの、これ。見て。周りにこの身にまとう。これ見て、このね、包容力半端ねえからな、これ。あったけえぞ、お前。自分ちのお前、母ちゃんと父ちゃんがいるぐらい、これはあったかさだよ。おっと、これはセンシティブだった。片親だった人だったりとか、そういった人たちにはもうアンチコメで溢れかえるでしょうということで、これは石油、うん、これちょっとね説明めんどくさいんだけど実況者失格なのよ。まあ後で説明するわ。とりあえずこの上のゲージをこれマックスにして、で武器を、揃えたりとか、あとは強化したり、まあそういった感じで、やっていって、最終的には俺最強ってなるゲームだから。でとりあえずこれどうすか、これ更新しようか一回んで、ライトチェイサー、オッケーオッケーオッケー。みんなわかんないでしょ今、どんな感じか。幸先、うん、いいです。問題ない。このまま普通にクリアできるとは俺も思ってるから。けど、このゲームなんかぬるゲーだと思うじゃん。マジで全然、くっそむずい。
普通にマジ死にそうになるからね。ということでこれ、どうしようかな。これガーディアンにしようか。オッケーオッケーオッケー。はい、そしてドラキーとかキラーマシン2のなんかちっちゃいやつみたいなやつらを省いてぶち壊していって、これ一回取っていくか。はい、集めて、でここでまたスキルアップと。これはねレーザー発信機いこうか。これね演出めっちゃいいだよ。この見てこの縦筋何笑っとんねん俺。で来た、サッカーボール来た。お前イーフト実況者だるもの。お前サッカーボール、お前これから俺もイーフトやめてな。お前ダダサバイバーもうこれが新しいイーフトよ。お前らお前イーフトやってるやつらでもし見てるやついたな、もう覚えとけ、これが新しいイーフト、イーフト2024、新しいゲームこれで決定。これサッカーボール蹴り散らかして相手ぶつける。お前イーフトよりも爽快感あるぜマジで。出た出た、キラーマシン来やがった。ついに親玉出てきたぞ、このオレンジの目。さてここも余裕でぶちかまして、でこれ宝箱手に入れて、でちょっと次ねあのアイテム出てきたら分かりやすいようなちょっと説明していくか。オッケーオッケーオッケー。でまあ、これ星がどんどん増えていくわけよ。1からね、2から3から飛んで5まで行くんだけど、まあ、ちょっとあとでちょっと強化した時来るよ。そろそろ来た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 。でこの外付けなんとか足、うん、俺関係ね5級だから、俺関係5級だからマジ頭一緒で漢字読めないわけだで外付けなんちゃんの下にこのイボルブの隣にこのガーディアンのマークあるじゃん。でこのガーディアンのマークがあるっていうのはこの緑のやつ、外付けね、外付けを手に入れることによってこのガーディアンがレベル5さらに上の上限に突破できると。でこれがなければ5で止まっちゃう。だからこれを手に入れないと5の上限最強強化マックスできないから、これとなるべく、ね、同じものを揃えていく、これがね重要。俺なりになんかうまく説明したできた気がする待って喋れない、待って俺さ関係どころかさ日本語検定すらさ多分落ちるぜ今なら。今の俺なら謎の自信があるからね、日本語検定すらも落ちる自信があります。ということでマシンガントークもそろそろ尽きてくる頃なので、まあそろそろねカットしていくとは思うんだけども、とりあえずねこのゲージが溜まりづらくなってきたらねもうやることがないのよ。あの仕事中の窓際社員ぐらいもやることなくなるからね。でこれ来たの、なにまた波読めない感じ。このゲームさ待って、そう俺このゲームねもう一ついいことは思いついた、いいところね、コロコロコミックに掲載されてるんだよこのゲームお前コロコロコミックってお前ガキたちのお前攻略本やぞ、人生の人生の攻略本にこれダダサバイバー出てくるって相当だぜ。はい、残り30秒になってきたところでこれライトチェイサー来た来た、次わーい次お披露目の時来るぞ、ライトチェイサーの最強よ、もう俺のライトチェイサーも興奮しすぎたよお前もうギンギンでゴーだぞお前、気をつけろ本当に。てかさっきまでさ猫ちゃんがいっぱいいたんだけどさ、この機械を蹂躙するだけないんだけどさ、猫ちゃんをこういう剣でさ蹂躙させるっていうゲーム、俺動物愛護にさちょ反してると思うのよねよくないよ。ちょっとダダサバイバーさそういったところはもうちょっと配慮とかね、もうちょっと猫をなんか、まあ、凶悪にしてみるとか、もっとなんかちょっと可愛いのよ。これゾンビとかいいよ、全然ゾンビイコールも倒すみたいな風潮あるから、誰もねゾンビニストなんていないでしょ、もうゾンビ倒すなやめろとか、お前ゾンビがかわいそうだろうとか、そういう気違いは多分いないと思うんだけど、猫ちゃんあまり可愛いとねやっぱいるよ、そうやっぱり動物愛護団体総長誰やねん。ということでまあちょっと誓っていこうぜ。これ意外とあれか、近寄んないと当たんないのかこの武器は。いやめってめもう待ってじゃなくて目になっちゃったわ、びっくりしちゃったわ俺、モーションクソ、なにこれ、スターウォーズじゃん、待ってくれよスターウォーズ、おいおいおい、エターナルアイド破壊できないものはない、うわなんだこれ、こんにゃく破壊できるか、お前こんにゃく破壊できなければお前それはあいつ一緒だぞ、名前忘れたけど、待って、いやば強くね、なにこれ、おい終わってんだろこのゲーム皆さんはい、このゲームね S 級武器手に入れた途端これよ、やっぱりねお金を使ってくれる人にはね優しいゲームということが判明したわ。これすごいわ、あまりにもすごい光景を見てしまったわわわ、これクソぬるゲーじゃねえかお前、初めての実況お前こんなぬるゲー出しちゃったらお前誰もやんねえぞ、こんな簡単なゲーム誰がやるかって、お前見てる側はそう思うでしょ、やめてくれよ本当にこんなに強くするの、ダダサバイバーさん本当に3333、ジェム1000なんちゃいだ1万ぐらい、後日振り込まれてないかな3333とお前コビ売るぞ俺。でサッカーボール、あーてかねやっぱイフト実況者たるものを、まあダダサバイバーも今回ねどん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 ね尽力にやっていこうと思うんですけども、やっぱりこのサッカーボールがさ
お前ら何に進化するか気にならない？気になるよな。やっぱサッカーボールつったら何になるかって、もうそんとんでもねでけえサッカーボールになるんじゃないかとは俺も思うよ。お前らも思うよな。ちょっとそれまでさ、ちょっと楽しみに待っていこうぜ。いやでもさ、これ何がおもろいのとかさ、まあぬるげすぎじゃんとかさ、面白いも多分いると思うんだよ。何よりもこれね、気持ちいいのよ。これとんでもないね、通常では味わえないようななんかね、独特な快感を味わえるわけよ。うわ、これ異常な性癖の人がお前やり始めたらこれ止まんねえじゃねえ、マジで。すごいよ、これ見て。この敵を蹂躙して、で、この緑のかけらこれ、さささささってこれ、すげえ集まってくるのよ、お前。ピーターパンの、なんかひっついてるなんかティンカーベルのごとく。すごい体中にこれひっついてくるのよ。これが気持ちいいのよ。ま、来た来た、猫ちゃん倒したくない。猫ちゃん倒したくないから、ちょっと逃げようぜ、逃げようぜ。猫がダメだ。もうダメだ。いやでも倒してしまう。なんやこれ本当に。やめて本当に。猫は俺大好きなの本当に。そう、俺ね一番好きな動物ね猫なの。はあ、なんでお前アイコンペンギンなんて思ったやつらな、全員なティッシュ丸めて口の中に入れて30秒な、お前俺の。おお見ろよ、猫の多さ出てきた。おい猫の多さ出てきたぞ。おい待って、俺生き別れのお前親じゃねえか、お前俺のペットの。お待ってくれよ。お前しかも、小自らお前親を殺したぞ。なんていう光景だ。お前これ命の尊さ及びなんか複雑な関係及び、お前難しい話をお前教えてくるゲームなのかこれ。やめてくれよ、本当に。子が親を超える瞬間を見せつけられたぞ、今。てかマジこの、ライトチェイサー強すぎるけ、なんやお前この気持ち悪い MC。ふざけんな。おい、痛えよお前。タークも日大タックルしてくな、マジで本当に。なにアメフトと勘違いしてんだろ、これアメフトとアメフトじゃねえぞ本当に。なれっきとしたな、いやばいよ、まあ、ちょ呼吸困難になるわこのゲーム。びっくりしちゃった今。もう、ね、聖書さまよい尽くしたぜ今。びっくりしたよ。ということで、ガソリンタル。おい、火炎瓶から、お前。なんか、お前、すごい物騒なものにしよう。万物を焼き尽くす。言いすぎだろ、お前。このガソリンタルで万物焼き尽くしたら、俺も買ってくるわ、今から。ディフェンスを、デスルーレット。雑じゃない？ディフェンサーだけなんかちょっと、デスルーレットって。もうちょっとなんかいいのなかったん？なんなん企画者、あの名前を考案した人たち、ちょっと疲れちゃったかもしれないね。ちょっと残業してる頃にあの名前をつけたって、内容をつけたかもしれないね。じゃあお気持ちはわかるわ。俺も社会人だから、やっぱり残業してる時とかね、もう脳回んねえし、もう早く帰って一目散に家に帰って、もう好きなことやって飯食ってお風呂入って早くあのベッドという名の天国に行ってしまいたいみたいな、ありますよね。と見てくださいこの HP、 何なんでしょうかね、どういうことでしょうか、何が起きたか俺にもわからない。ちょっと中くらいの大きさのボスみたいな中ボスでぶつかっただけであれだけ減ってしまうんですよ。これね、ぬるゲーに見せかけて意外とやばいよこれ。待ってくれよ、シビアすぎるだろ。あ、肉ある、お前その目の前の肉を俺によこせ。お前俺の肉開始この5秒後に全部 HP マックスにすること、これがキタスラ持ってます。キタスラチャンネル初ダダサバイバ実況にしてすごく持っていることを証明した。今後これでガチャ配信とかもしてめちゃめちゃ引きの良さをねぜひね披露していきたいところということで、もうこのライトチェイサーがね相変わらずすごいのよ。もう切るという概念じゃないよねこれ。もう切るというよりは消す。物騒すぎる本当に。なんでこんな強くなっちゃった、もうすごいよお前、おじちゃんおばあちゃんみたいだよ。よこんなまさき大きくなっちゃってって、それのごとくこんな強くなっちゃう、ね、また出た、おもう子が親を殺すのよ。もうすげえ、ほらすげえ、もうこの猫見て、ほら、あーなかなかしぶとい親ですね。子供は一緒にやっちまうぜこいつって、マジで強くない、何この猫。なんか俺がもっと猫大事にしろとか言ってるせいでさ、めちゃめちゃ強くなってるやん。何これ。もう俺びっくりしちゃったもん本当に。ということでこれもうあとはもう本当にあと3分ぐらいだね。このゲーム基本的に15分戦うのよ、長くねって思ったやつらさ、俺も長くねって思ったよ。ちょっとかすれてきてるからね。やっぱ喋り慣れてない。もう友達がいないキタスラチャンネルはね、普段喋るという行為をしないわけよ。そのせいでこれ、いざ実況した時、喉が持たない。で、今飲み物もない。
つまりどういうことかって、もうダダサバイバーよ、これこそ。これこそサバイバーよ。もう喉のカラカラとこれ喉の痛み、これと戦ってからこそゲーム実況者じゃないんでしょうかと。もう本当にやばくない？なにこれ？ねえ、ねえ、もういって、いや、もうごちそうさま、お腹いっぱい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 、一旦さ、このさ、中ボス、中ボス、中ボスってなんて、お前中ボスでもねえぞ、お前中ボスだぞ、気をつけろそこで。一回このさ、ロボット倒してえの。なにこれ？はい、皆さん、サッカーボールから何に進化したかと言いますと、これ、見て、量子ボール、量子エレタングルメントでちゃうね、お前。なにこれ、どう見てもこれ、稲妻イレブンのエリア学園のボールなのよ。これ、今すぐさ、あの、エリア学園のこの持ってるボール、これに差し替えろ。こっちの方が、お前、しっくりくるわ。今までやってこなかった。今まで走り回ってたけど、実は、これ見て、立ち止まってるだけ。もう、仁王立ちよ。もう、下半身露出。もう、おちんちん丸出し、お前もう立ってかんね、これ。このダダサバイバーのこのキャラ、俺だから。俺だったらもう、おちんちん丸出しよ。挑発。挑発に挑発を重ねてね。そう、もうそれはもう男らしさを見せるよね。ああ、ゆずレモンサイダーうますぎる。皆さん、謝らなければいけないことがある。飲み物を飲まずに戦わないと言ったひたすら飲み物飲んでしまいました。なぜならこれ最後のボスを倒すわけですよ。もう言い訳はゴムよ。あとは最後のボスを倒してひたすら伝説の一生開幕と向かいますとは。ボス襲来。さて、最後のボスぐらいはね、とてもかっこいいキャラが出てくると思われるのですが、これダダサバイバーとちょっと違うゲームになっちゃったかな。これあれじゃない？これあれかの有名な広告ゲームのさ、これなんだっけ、なんか Oh no とかさ、なんか言ってるやゲームあるじゃん。 Thank you とか、それのお前ゾンビじゃないこれ。おい、もう広告ゲーム同士お前結託してんじゃねえよお前。ということで、ちょっと猫を救いたいから、痛いねー、おーと思ったでしょ。皆さん見てください、僕最強の防具を装備しているもんで、一度なら復活ができるという、これちょっと待って、だとしてもなんだよ、ちょっと危ないのよ、ちょっと危ないから集中させてもらえますか。で、だって見てこれ、未だに半分いってないからね、驚きよこれ。これね、マジでふざけたらマジ俺、猫ごめん、お前そこでちょくたばっとけ。後で回収しに行くから、お前倒した後、本当にあのしか今、あのちゃんよお前、とりあえずあのちゃん、とりあえずあのちゃん可愛い。え、ちょ聞いてない聞いてない、ちょ待って、本当に聞いてない、聞いてないってね、お母さん、お父さん、僕毎日いい子にしてたよね、神様、仏様、ね、危ないってお前、来んな、臭い、ちょ待って、何がゾンビチークやねんお前、全然チークじゃねえお前、こいつお前店長だよお前、ゾンビ店長だよお前、こいつはどう見ても危ないよ、ね、やめてよ本当に、どう考えてもこいつはチークじゃない、こいつ社長やよ。気持ちいい。いやー待って、お前らダダサバイバークソおもろいよ。